昔、友人の不倫を応援してしまってたことがある。お堅い家の子で、不倫相手と旅行するのに、あなたと旅行することにしてほしいと頼まれた。彼とどんなに劇的な出会いをしたか、どんなに愛し合ってるか、みたいな話をされ、まだ学生で脳みそめでたかった私は、そうなの？ロマンティックだね。じゃあ応援する、みたいになってしまった。相手は、近隣の飲食店で出会ったという、10歳上のサラリーマンだった。旅行は何度もあり、それを頼むたびに、友人はペラペラと、不倫相手の話をした。不倫相手の奥さんが、我が家の割と、近所のスーパーのレジのパートをしてるという話も、友人から聞いた。お金持ちな友人は、それを鼻で笑ってた。ある日、好奇心というわけでもなく、親の頼みのものを探して、たまたま、そのスーパーに寄った。そこのレジに行くと、友人不倫相手と同じ名字、珍しい名字、の名札をした女性がいた。なんだかの報告を忘れただかで、上司に、売り場でガミガミ叱られてて、小さくなっていた。白髪の混じった髪をひっつめた、痩せてるというか、やつれてる小柄な女性だった。旦那は、せっせと、出張って嘘ついて旅行して、ブランド品を女子大生に貢いでる間に、ここで、こんな風にこの人は働いてるんだな、子供二人育てて、留守の家守りながら、と思ったら、心がブワーッとなった。家に帰って、友人から聞いた不倫の内容、友人の素性、旅行のこと、何をもらったか、どこでいつデートしてるかとか、知ってる何もかも、をルーズリーフに書き上げて、自分の名前と連絡先と、不倫に加担したことの謝罪を書いて、封筒に詰めて、スーパーに戻って、彼女に渡して、当然だけど驚いてた、何も言わずに逃げた。あんなの渡したところで加担した罪から逃げられるとは思ってないし、その一件は周囲の誰にも言ってない。奥さんは、私に連絡しては来なかった。友人はカットアウトした。ある時、学校の用事でしょうがなく頼まれて友人に電話したけど、携帯は契約切ってたみたいで、彼女の家に電話したら、そんな娘は我が家にはいませんと、彼女のお母さんに電話切られた。学生課に聞いたら、もう、彼女は退学済みになってた。